はい、もうちょっとね夜仕様になってきました。いい感じにね雨は降ってないです。そして涼しいっていういい感じの環境が整ったので、だから風はちょっとありますがすごいですね。はい、風はあるんですけどナイトウォークできたいなと思います。刀鍛冶の里へ。中地の里鉱石をちょっとこの木札でゲットしに行きたいと思います。おお、なんかちょっと無限城チックな始まりですね。すごい、すごいですね。めっちゃなんか、すごいです。ん？これはすごいです。川根塚さんからのすごい。これ同じだもん。なんかあの水分補給をするなとか、足元に気をつけろとか。うわーってかすげえ。なんかすごいなこの橋。金塚橋。これすごい。俺はこてつです、よろしく。あ、あそこに君たちの探している光る箱がありますよ。お、はい、こういう箱に。いってらっしゃい。お、いけた。お、すごい綺麗、幻想的ですね。こちらなんかさらにすごい提灯。へえ、いいっすねこれ。めちゃくちゃなんかすげえ明るさは半減したけど、いいな。はい、なんとすごい建物ですね。本当に刀鍛冶の里っぽい。近くに温泉があるようだ。すごいですね。はい、おっしゃる通りです。後ほど疲れを癒しに行かれてください。その前に、はい、また箱見つけました。そこにも光る箱がありますね。工事を回収していきましょう。この先に温泉もあるから行ってみるといいですよ。
結構暗いっすね、道。鉄くんが励まし。ひょっことハンテングも現れたので、すごい不気味な道が続いてますね。コース的にはあれだな、ガタグモ山と一緒だな。なんかあれ、増白点も現れて、戦いは佳境です。すごい、でもすごい戦ってる音がめっちゃします、ね、先へ進みましょう。すごいな、皆さんも無事だったんですね。俺の怪我は大したことないので、ここの鉱石も回収して一緒に山頂まで進みましょう。すごい、なんか幻想的な道に来ましたね。君のおかげで大切なものを取り戻した。ありがとう。はい、一応ですね、これでナイトウォーク終了しました。最後にですね、集めた鉱石によってこれが特別報告書をもらえるんですけど、神の字さんですね。いや、嬉しいです。お、最後帰りはいますね。禰豆子が外にいます。ナイトウォークだから夜は外にいますね。あ、これみんないるのかな。すげえ、みんないるじゃん。いいっすね、これ。いやー、すごい良かったですね。また刀鍛冶の最後をさ、また見ちゃってからさ、また泣いちゃったよ。やばいっすね。すごい、みんないますね。めっちゃ多い。すごい。
全員いるな。あ、まだあそこにいる。もうこんなところに、こんなところにフォトスポットがある。でもこれもやっぱ夜しかないんだよ、禰豆子がいるからさ。ね、はい、ここからねバスで帰れますよ。